はい、どうもゆうたです。今回はトランクマット、ラゲッジマットっていうんですかね、をちょっと注文したんで、ちょっと見せたいと思います。なんかいろいろね、ズレ防止用、メンテナンス用で説明書がありますね。で、FJ クラフトっていうところのマットです。多分ヤフオクとかヤフーショッピングとかネットのやつ見ると結構ね、売ってると思います。で、かなり種類があるやつなんですけど、今回はこの何ですかね、ゴムっぽいやつのタイプに僕はしました。ちょっと引いていきますね、今から。ちょっと荷物出します。で、これ分かりますかね、これトランクの純正のこのモケモケが、これで物で擦れちゃって、すごいもう剥げちゃうんですよ。このトランクネットつけてだいぶ物動かなくなったんですけど、だいぶこうやってもうダマになって取れちゃうんで、ちょっとまずいなと思って今回は買いました。で、トランクマットやってるんですけど、この前ここら辺に多分物が思い切り当たって、思いっきしへこんでましたね、ここが。ちょっとなんでゴムのマットでさらに強化したいと思います。ちょっとこれを出してから引きます。はい、で、一応今荷物下ろし終わって、これ見えますかね、表面がこうケバケバ、毛がこうふわふわで逆立っちゃってる感じ。今これ集めたんですけど、こんだけやっぱり抜けちゃってるんで、ちょっとマット引いていきます。表面はこんな感じで、裏はこんな素材ですね。で、ちゃんとこれ RX 用のやつなんで、ちゃんとサイズが合ってますね。バッチリです。それでちょっと荷物を乗っけてみて、どんな感じかですね。はい、一応今入れ終わりました。一応多分動かないことはないと思うんですけど、動いちゃうと思うんですけど、さっきのなんていうんですかね、こういう素材じゃないんで、ずれても多分カスが出たりっていうのはゴムなんでないと思うんで、これだったら結構いい感じですね。最高ですね、これ。うん、フッティングも最高だし、かっこいいし。